2016年の J プロツアー第14戦半長門タイムトライアル in 山口が山口県庁敷地内特設コースで開催されました。山口県で初開催となった J プロツアー、中心地ともいえる山口県庁がコースとなり、初開催にふさわしい華やかな雰囲気に選手たちもボルテージが高まります。レース前にはランキング上位チームを中心にチームプレゼンテーションが行われ、大きな歓声に包まれました。どうですか、地下を走る気分というのは。そうですね、結構明るい場所から暗い場所に入るんで、視界がちょっと見づらくはなるんですけど、普段走らないような場所なんで面白いようなコースですね。さあ、マトリックスパワータグからは、向井川直樹選手と金子、大輔選手、そして田久保健二選手が出たもうおなじみのもう向井川キャプテン、もうこれ監督の指示でしたね。もうやってくれ、はい、これが関西のノリということでご理解いただければと思います山口県の皆さん、はい。さあ改めてどうですか、この何回も聞いてますけども、なかなか走ることができない、もう言うならば山口の心臓部分で走るというこの気分、飯野選手。そうですね、県庁の前で走らせてもらうのはすごい光栄ですね、はい。暫定3位はゼッケン341番の大堀正幸。井上浦選手とタイムがリンリン熊本タイムは2020。そうですね、まあ悪くないとは思います。まあでも走ってみないことには分かりませんけどね、はい。まあ正直リズムがつかみにくいかな、なんか踏み切る前にカーブが来てしまうんで、とにかくその早く来るコーナーにこう自分のリズムを合わせていければ、まあなんとかできるかなとは思いますけど、そうだな、まあコーナリングも多くて、まあね、なかなかないじゃないですか、人の県庁に足を運んでレースするなんて、ね、まあこういう記念すべき大会でぜひ優勝できるように頑張りたいとは思います。現在の個人ランキング上位はご覧の3選手。このレースでランキングにも変動が出るのかにも大きな注目が集まります。レースは選手が1人ずつ1分おきにスタートしていく個人タイムトライアル。コーナーが多くテクニカルなレイアウトのコースということもあり、ストップアンドゴーの力強さと同時にコーナリングの技術も求められます。で、まあ、ポタリングであったりとかサイクルイベントとかそんなのもあるわけなんですけれども、まあ、今回は94名の選手が事前エントリーとなっておりますが、まあ、このような形でこの2日間ですね、特にまあポタリングサイクリングなどはいろいろやるわけなんですが、このような、あとはですね、15人の佐々木選手、9番手でスタートしたラスブラーゼン水野選手が2分23秒909のタイムを記録し、しばらくホットシートを温める展開となります。その水野選手のタイムを更新したのはチーム強今井選手。暫定トップが入れ替わります。チーム強平井選手がチームメートの今井選手のタイムを更新したかと思われましたが、スタートでフライングがあり2秒のペナルティを受けてしまいます。優勝候補の一人に挙げられる宇都宮ブリッツェン阿部選手がスタート。順調な走りを見せたものの、最終コーナー手前で落車してしまい、大きくタイムロス。78ポイント、わずかこのポイントで
現在暫定2番手がチーム右京と、もうこの2日間で大きく変わる可能性も しばらくトップタイムが更新されない時間が続きますが、ナスブラーゼン高木選手がチーム右京今井選手のタイムを1秒598縮める見事な走りで暫定トップに立ちます。こちらも優勝候補に挙げられた宇都宮ブリッツェン大久保選手がスタートしますが、コーナーで若干スリップしてしまい高木選手のタイムを上回ることはできず、まあ、ジンさん頑張れっていう、ね、コメントがありますね。オレンジのこのビットワールドスマーカラーのピンクブッターオレンジのサポーラー。高木選手のタイムを上回る選手がなかなか現れない中、トップタイムを更新したのはニールプライド南信スバルサイクリングチームのバラド・ジェゾン選手。高木選手のタイムをコンマ03秒上回って暫定トップに立ちます。レースも終盤に入り有力選手が次々スタート。チーム強畑中選手もわずかに及ばず。マトリックスパワータグのホセビセンテ選手は痛恨のパンクで失速。優勝候補筆頭と言われたチーム強ジョン・アベラストリ選手も最終コーナーで落車。最終走者となった宇都宮ブリッツェン松田選手もトップタイムには届かず、ジェゾン選手がニールプライド南信スバルサイクリングチームに J プロツアー初勝利となる優勝をもたらしました。やっぱり1位と 0.03 秒でやっぱり敗れてしまったので悔しい気持ちの方が今は大きいですね。そうですね、結構コーナーが多いコース得意なんで、その自分の走り方をうまくできたのかなっていうのはその走りながら感じたことですね。そうですね、明日はスプリンターのメンバーも何人かいるので、そのアシストに徹することになると思うので、まあ、そのスプリンターたちがいい位置で発射できるように、チームのいい走りができるように頑張りたいと思います。 Very approved. It's a very fast race and too short for the body is too painful after the race. We are in Ida, we prepare this race 1.6 kilometers. It's very short andI like cyclocross and it's the same effort. You can, with many corners, it's very better because I like when it's very dangerous and one error and it's finished. And I think today it's a good day. Tomorrow is another day. We go try the best. And with all the sponsors, it's better to put the sponsor in the best, in the podium,
with Interpro Cycling, Kaizen bike, and tomorrow we go to try the best, and I think I can do the best, and I hope stay in the top 10 or after the race.